この前あなたが紙と櫛で作ってくれたおもちゃ、なんて言ったかしら。ええ、そう、それよ。あれをまたいくつか作ってほしいの。できれば色を変えたりして。そう、あなたは忙しいものね。一個しかないから取り合いになってしまって、勝ったのはもちろん私だけど。やった、ありがとう。みんなが好きな色をまとめてきたわ。これでみんなが喜ぶわ。七影みんなに渡してあげたかったの。見て楽しいし、あなたがくれたものは思い出も含めて私たちにとっては宝物だから。